はい、こんばんは。バレーボールが世界一大好き398チャンネルです。はい、今日はですね、バレーボール男子代表がパリオリンピック出場が決まったってことで話題になってますね。いやー、ほんとね、嬉しいですね。はいいや、ほんとおめでとうございます。はいで今日はね、この感動を、まあ、バレーボールファンおよび視聴者の皆さんに共有するために急遽動画を撮ってます。はい、では今からニュースを読ませていただきます。 バレー男子パリ五輪出場を決める。日本が崖っぷちから8、えー、クストレート4連勝でパリキップ獲得。スロベニアに完勝。ミュンヘン以来52年ぶりメダルへバレー男子五輪予選。<laughs> えー、日本が崖っぷちから8、えー、クストレート4連勝で、えー、パリキップ獲得。スロベニアに完勝。ミュンヘン以来52年ぶりメダルへ えーまあ、今日の、ねまあ、日本代表の様子なんですけど、はいまあ、スロベニアに勝ったんですけどバレーボールパリゴリ予選男子東京大会日本が3対0でスロベニアに勝つ、えー、第6戦が行われここまで4勝1敗同士の世界ランキング4位の日本と同7位のスロベニアが対戦し日本が3対0で勝利。 セット率でスロベニアを上回ることが確定して2位以内が決まり2008年北京大会以来となる自力での五輪出場を決めた今予選では2戦目のエジプト戦でまさかの黒星絶対に負けられない崖っぷちの戦いを全てストレートで制し快挙を成し遂げたはいってことでね、まあ、今日、まあ、本当に素晴らしい試合だったんですけど これがね、きょの公式の試合結果で3対0で3セットも日本が取って勝ったってことなんですけどこれが実際にオリンピック出場決定になった時の画像なんですけどね選手が喜んでますよね。この日本の勝利について思ったのは素直に嬉しいなって思いましたね。 やっぱりね、やっぱ自国の選手が勝ってくれるのはね、嬉しいですよね、はいで。しかもオリンピックに出られるっていうのはやっぱり嬉しいと思いましたね。はいまあ、ただね、あのー、試合には勝ったんですけど、まあまあ、選手のルックスに関しては、まあ、スロベニアが勝ってたんですよ。まあ、つまりどういうことかっていうと、まあ、試合は勝ったかもしれないんですけど、まあ、実質ね、あのスロベニアの方がそのかっこいい選手がいたんで、 まあ試合には勝ったけど実質負けたようなもんなんですよねはい、まあ、つまりこの勝利は認められないなっていうことが分かりますよねはいまあと,ともあれね、まあ、日本が勝ってくれたんで、まあ、この調子でね、まあ、オリンピックでもね頑張ってほしいなと思いましたねはいまあオリンピックでは負けると思うけどねはい